思い通りにならないけれど、きっとこの愛に応えてくれる。大抵の男は結婚相手とは思っちゃいない女とイチャつき、男とイチャつかない女と結婚する。どういうこと？男はチャンスをつかむもの、女はチャンスをしつぶられる。できる限り美しく見せなさい。恋は盲目なんて誰が言ったのかしら。ライバルに不安を抱いたら女は負けです。カップルが幸せになるケースはごく少ない。情熱の荒々しい炎が燃え尽きてしまう前、愛着という穏やかな火を何とか焚きつけることができた場合だけだ。男の愛情が冷めてきたと感じた娘、わざと失敗されそうなことをして再び引きつけようとする。けれども結果は裏目に出る。男は彼女も同じように気持ちが冷めて自分を解放してくれたと思うわけ。愛されたいなら口を慎みなさい。愛の心を開く限り、それは秘密です。どの男にも真の愛へのチャンスは一回しかない。しかも大概は捕まえ損ねてしまう。そうなんだよね。でもね、僕は捕まえた。わかる？40年もかかったけど、あとはそうね。じゃあこれは、あなたは私を愛してなんかないわ。あなたは私に愛されたいのよ。ああ、その通り。ジョーはすごい愛してるよね。ジョーは愛されたい人、私は愛したい人。心から愛する恋人のどんな気まぐれにも目をつぶって飛び込んでしまうのが恋する人の常である。ロマンティックな感情の根源はひとえにおぼつかなさである。女は美しさを飾り立て磨き上げるためにつれなさを駆使する。競争相手に勝つ一番うまい手は自分より相手の方が優れている点を褒めちぎることだ。恋愛の楽しみは詰まるところ相手が入れ替わることにある。でもこれってさ、じゃあ これを読むのとだから考えたんだけど、ページ作ったのね。で、ジョーのページで、どこだっけ。本当の恋人は宙を見ているだけでゾクゾクさせてくれる。ジョーが宙を見てるだけで人がゾクゾクしちゃうんだ。え？宙を見てる？うん。宙が。何かしたよ。これを作ったのすごくない？これ見えないっす。え、どこに送ったんですか？今メッセンジャーに送ったの。今日も会いましたね。元気でしたか？そうそう、それあ、だから普通にさ、じゃあさ、私にさ言うみたいにさ、じゃあ今日はどうだったとかってちょっと言ってみて。もっと支え合えて。だから普通に言ったら、今日はどうだっただよ。うん、でももうちょっとさ、優しく言って。今日はどうだった？何か楽しいことはありましたか？幸せ一つ見つけられましたか？たった
一つでも見つけられたら、それは今日素敵な一日になったってことですよ。かみしめながら素敵な夢を見てください。それじゃあ、おやすみなさい。 Good night。 次、See you tonight. いいでしょ、うん、今宵もあなたと素敵な夜。こんばんは、ジョー・ビソンです。なぜかって、外は雨だったからです。まあ昔よく、昔のことわざで水も滴るいい男なんて言葉がありますが、僕はそれほどいい男じゃないし、水に濡れたら風邪ひきますからね。水に濡れても今、拭いてくれる彼女がいないんですよ、そばに。そんな寂しい夜を僕も一人で寂してる、過ごしているんですが、あなたの夜はどうでしたか？一人寂しい夜を過ごしているあなた、僕と共に、ちょっと素敵な夜にしてみませんか？どう？これ。いいじゃん、それ。ちょっと。ちょっとキャラをさ、じゃあ、そう、じゃあ何？そうね。いろんなキャラができる、ジョー。それは、もう自分でそういうことやりたいときにやればいいじゃん。例えば、あそこがジョーやりたいよな。じゃあさ、これ、これさ、ちょっとさ、読んでよ、これ。今日もあそこがジョー。ん？今日も濡れましたか？じゃあこれ、これジョーの、これジョーオリジナルでしょ？うん。え、何これ？これジョーが昔くれたやつ。え、かっこよく切なく？うん。痺れるって。ため息ばかりついてる君へ。僕ね、本当は今自分にすごく驚いてるんだ。あ、僕ねじゃなくて、俺ねだ。俺ね、本当は今自分にすごく驚いてるんだ。俺は嫉妬とか全くしない男だったのに、一子にはなぜかそういう気持ちが湧き上がってくる。四六時中、人と一緒にいるのは嫌いなのに、一言は片時も離れたくない気持ちもある。こんな気持ちになったのは、54年6ヶ月間に一度もない。信じられないくらいに、一子を愛してる。日ごとにその思いは増すばかりだよ。まさかこの年で、こんな素敵な気持ちになれるなんて、君へ心から、ありがとうと伝えたい。今、会いたくて、触れたくて、たまらない。俺はこの先、どんなことがあろうと、もう二度と、一言離れたくないし、話さない。もう一言なしではいられない。大げさかもしれないが、本気で命をかけて愛してます。愛する一言。これ君だけが酔ってるじゃないので、ね、一個だけ酔ってる、酔ってるだけじゃん。愛しているからどこにも行かないで、お前以外はもう誰も
愛せないから。おやすみ。もっと長く歌ってよ、今のすごい良かったね。愛しているから、僕もね、愛した人がいたんだよとかいうこと言うわけ。そう、それでもいいじゃん。ただ歌ってるから、もうほとんどさ、ね、半分寝てるから、もうほんとささやくような、これはね、愛する人。途中から歌えないもん俺。で、言葉にできなくて、言葉にするのって難しいよね。お前の心離れてゆくなんて、離れちゃうんだよね、遠くにいると。考えすぎだね、そうさ、よくあること。そう、よくあることさ。ちょっとでもね、そんなこと気にしてたら先へ進むことはできない。ちょっとやっぱりそれだ、それだんだんなんかうざいってなってくる、なんか。あ、だから歌は歌で聴いた方がいいんだって。そう、やっぱりやっぱり、そう、だから歌、あのハミングでもいいよ、ラララ眠れる声っていう風になるわけよ、わかる？みんな眠りたいわけね。で、そのジョーの声を聞いてたらもう寝られるっていう、そういうさ、やつになって。一子だけじゃないの。一子だけじゃないの。俺が歌う声でさ、寝るのは君だけじゃないの。寝れてる。そういうの、そういうのダメ。もうそうやって言っちゃうもん、そういうこと。だからまだいきなりそんなふうに言わないじゃん。だからいきなりそうじゃなくて。いきなりじゃなくて、でもね、じゃあなんていうの。何やってるの？今何やってるの？今何やってるの？あ、っていうか横に、あ、そう、電話してる感じでもいいな。シチュエーションボイスで、じゃあ彼女と遠距離で電話してるっていうシチュエーションで、Go。 はい。天気。そんなの。また。そんなの言っちゃダメよ、はっきり。はい。今日は何してたの？へえ。そうなんだ。僕はね、今日は街へ出た。買い物しに行ったんだけどさ。そしたらね、君によく似た後ろ姿の人がいて、つい、後追っちゃったよ。まさかと思ったんだけど。前に回って顔見たら、やっぱり違ってた。その時思ったんだ。ああ、僕は、君に会いたいんだなって。会えない悲しみはわかるかな。もちろん君もそうだろうと思うけど。でもね、今会いたいんだ。だから僕は君に会いに行くよ。いつでも君の横にいるんだよ。君が、ね、心の中で今、ね、いつも僕は君の心の中に現れる。そうでしょう。じゃあ今日、あれ、何やってんの？なんか音がするけど。え？ん？なんか何やってんの？
つ。じゃあこれでゆっくり寝れるね。じゃあね、また明日。おやすみ。それはそれでちょっと別アカウントだからまずはさ、ね、わかる？愛してる、本当に愛してる、とても愛してる、いつまでも空に太陽がある限り。おはよう。